はい、こんばんは。写真家のコウです。本日は、富士フィルム XE4 のファンクションキーの設定を行いたいと思います。まず、メニュー画面からも、いけますけども、手っ取り早く、この3つ目のボタンですね、ディスプレイバックボタンを長押ししていただくと、はい、一発でファンクション設定に行きます。ここで、1,2,3,4,5,6,7 つのファンクション設定ができます。私の、普段行っている設定をご紹介いたします。まず一つ目が、顔検出のオンオフですね。で、二つ目が、フィルムシミュレーションの設定です。そして3つ目、これは液晶モニターをフリックすることによって、切り替えができる機能になってます。上にフリックすると、ホワイトバランス、そして左側にフリックすると画像サイズ、そして右にフリックすると画質モード、そして下にフリックするとダイナミックレンジ、そして、こちらのAEL、AFL ボタンを押すと、ISO 感度の設定ができるようにしております。シャッターボタンの近くですね、こちらとこちらのボタンを、押すことによってフィルムシミュレーションですとか、瞳検出オフオンっていうのを簡単にできるようにしてます。そしてこちらのボタンを押すことによって ISO 感度を、すぐに設定できるようにしております。はい、そしてフリックですけども、上にフリックすることによって、ホワイトバランス、そして左側にフリックすることによって、画像サイズですね。私は、比率を16対9にしております。そして右側にフリックすることによって画質モード、私はファインモードにしております。そして下にフリックですね。こうすることによってダイナミックレンジを、変えることができます。はい、今日の動画は以上になります。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。